約5世紀間にローマ帝国内で製造、流通したガラス製品の総称である。ローマングラスとも呼ばれる。紀元前4世紀より着実に領土を拡大してきたローマは三島政治を経て、ついに紀元前27年、帝政の時代に入った。ヘレニズム時代の主要なガラス産地であるシリアやエジプトは紀元前1世紀にローマ帝国の支配下に相次いで入った。 ローマガラスは、ローマ帝国という基盤の上に発展したといえる。紀元前一世紀半ばに、吹技法が、当地中海沿岸部で発明され、急速に帝国内に広まった。これは当時としては、画期的な技術であり、従来のように型や仕上げの研磨が必要でないため、ガラス製造の効率を著しく高めた。広い意味では吹技法の一つであるが、一世紀初頭には、 型に吹き込む型吹きの技法が開発された。型に吹き込むことで成形と装飾が同時になされる。溶けたガラスを型に流し込んで成形する鋳造技法や型押し水果技法などもこの時期に発達した。ヘレニズム時代の影響としてモザイク技法による装飾、エジプトやギリシアの宗教的なモチーフが挙げられる。一方で新たに鋳造技法や 片押しスイカ技法を利用して、エメラルドグリーン、ペルシアンブルー、ピーコックブルーなどのカラフルな色の容器、特に竜骨状の器が生産された。ローマ人の好んだモチーフとして、他には鳥が挙げられる。青地に白地のガラスを被せて、白地の部分を浮き彫り彫刻にしたカメオガラスも生産された。これは高級品であった。シドン近辺では、 名を入れたガラス機が生産された。名は、製作者名や標語など様々であった。ガリアやゲルマニアなどでは、戦車競技や剣闘士の試合を描いた、サーカスファイと呼ばれるものが一世紀後半から、出現した。吹き技法の開発に伴い、中吹きの途中で凹凸のある型を使って、門を施し、さらに膨らませるという方法による、モール装飾が多用された。また、 透明ガラスの普及に伴い、粉状の色ガラスを水や油に溶かして容器に彩色する技法や、エナメル彩色や、コールドペインティングも盛んになった。ポンペイ遺跡からは二通りの方法で、ローマガラスを知ることができる。一つはもちろんガラスの湿度品であるが、もう一つは壁画に描かれたガラス器である。ポンペイからのガラス器湿度は、 東西に走るフォルトゥーナ通りだけでも壺250点、コップ30点、皿4点、大型コップ6点に及ぶ。高級品も日用品もある。壁画の方では、果物が盛られたワニやゴブレット、液体が入ったスキホスや壺を見ることができる。この時期、吹き技法による大量生産の影響で、ガラス製品の価格は大幅に低下した。そのため、 日用品としてのガラス機が新たに発生した。一方で従来通り高級品も存在し続けた。現代ではガラスは透明なものがほとんどであるが、ローマガラスより前ではむしろ不透明なガラスが中心であった。しかし一世紀の末から透明なものが好まれるようになってきた。光を通すことという現代では当たり前のガラスの性質が ガラスの特徴として定着したことを示している。世界ガラス工芸士、中山君を監修、美術出版社、2000年。ありがとうございます。